2年前に退役した航空機のリサイクル作業が始まります日本航空は2005年からおよそ15年間運航した国内専用ボーイング777の機体のリサイクルに取り掛かります300万以上の部品からなる飛行機の解体作業にはおよそ1ヶ月かかる見込みで解体後は金属などに再資源化されたり 航空機部品として再利用されたりするということです。生かし方は違えどこの解体によってえっと基本的にはあのほとんどの部品ないしは機体の部分をあのしっかり活用していくいろいろな形で活用していくそういう取り組みだというふうに思っています。日本航空は定期的に交換される救命胴衣をポーチなどにして販売するなど去年からアップサイクルにも取り組んでいて 機体の廃棄部品も飛行機をより身近に感じられる商品に生まれ変わらせたいとしています。